八戸学院大学は、青森県八戸市美保屋13-98日本部を置く日本の私立大学である。1981年に設置された、大学の略称は、八大、八学。付属研究機関として、八戸学院大学、八戸学院短期大学総合研究所を設置。創立者が、カトリックの信者であったが、ミッションスクールではない。 図書館にチャペルを併設し、クリスマスミサを行っている。地域に根ざした実学教育を標榜し、フィールドワークに重点を置いている。米軍ミサワ基地を活用しての語学インターンシップや、学生による地域づくり活動、小規模ながらも、地域の自治体等と連携し特色ある教育を展開している。公式野球部、サッカー部振興への注力のほか、かつては、 アイスホッケー部、自転車競技部が全国レベルで活躍した。現在、公式野球部の学生による野球教室を年に1.2度開催している。大学と短期大学は同じ敷地内にある。学生は大半が自家用車で通っているが、朝夕にはスクールバスが運行されている。2007年1月には試験的に地域住民が無料で利用できるようになった。 大学内には、学校法人光声学院の事務局がある。また、系列校に、八戸学院大学短期大学部などがある。三保屋キャンパス内には、八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部、八戸学院光星高等学校専攻科、八戸学院大学、八戸学院短期大学総合研究所、八戸学院大学、 八戸学院短期大学図書館、厚生学院専攻科実習棟、総合実習館、学生会館、学友会館、厚生学院総合体育館、野球場が3カ所、サッカー場が2カ所、ラグビー場、運動場、弓道場、短期大学体育館、テニスコート2面、短期大学運動場、教職員宿舎、野球部、サッカー部の寮が併設されている。ただし、 正確には、サッカー部の寮はキャンパスに隣接する民間企業の所有地にあり、民間企業がサッカー部専用の寮として運営している。八戸学院大学では、ぬるみず洋一主演の映画、伊藤の話、のロケが2007年9月に行われた。ぬるみず洋一が扮する主人公、伊藤時助が、八戸大学教授として登場する。 また山寺光一主演の映画、ルパンの祈願城」のロケが2010年5月に行われた。宇ド鈴木が八戸大学教授として登場する。様々な資格取得ができる要課外講座を開講している。一部の資格取得講座は一般にも開放されている。2010年度から資格取得と職業イメージを明確化したコース制を導入している。 ありがとうございます。